舵取りは船長。大丈夫、全開だ。スタンするな。風を。
信じられない。最後にジャック道具を見たのは、この船をケンウェイに返し、海賊をやめてアサシンの大義のために戦うと誓った時だ。今もこの船に未練があるのか。俺を船長にしてくれた船なんだ。
叫びたい。ムッシュ・アドウェール、マルーンはあなたを仲間と認めた。オーガスティンが感謝していた。いつまで協力できるかは分からないが、マルーンは素晴らしい戦士たちだ。オーガスティンは教団へ帰るまで必要なものを全て提供してくれる。小包を渡してくれるかしら。もう少し預かっておこう、念のため。約束を守らないの？かもしれないと言った。約束通りだ。私をバカにしてるのね。とんでもない。必須な事業をうまく利用してフランス人から自由を得るとは尊敬に値する。だが頭のいい人間をすぐに信用するのはバカのすることだ。観察眼が鋭くて口がうまいのね。私が本当に欲しいものをくれないというのなら、他の手段でその尊敬を表明してくれないかしら。考えてみよう。総督を調べる観察眼の鋭い人間が必要なの。彼が悩んでいることや、なぜ黒人法を強化しているのか知りたいの。奴隷たちの命がかかってるのよ。興味のある話だ。頼みを聞こう。奴隷たちのためだ。名誉を重んじる心があったのね。変装が必要よ。さあ、これに着替えて。奴隷の服とは、とんだ侮辱だな。また捕まらせたいのか。侮辱？同胞の奴隷たちをそんなに低く評価してるの？評価される奴なんているのか。それとも全員手駒か。まあそんなところかしら。冗談ではないの。実はデファイエ総督が夜会を催す。もちろん招待されてないけど。この大掛かりなイベントで邸宅へたくさんの品が届けられ、そこであなたの出番。木箱を持てば品物を運ぶ男たちに紛れ込めれば、敷地内に潜入したら総督を探して。監督官が気づかないと思うのか。俺の安全に興味がないのか。奴隷の見分けがつく監督官なんていないわ。いずれにせよ気をつけてね。あなたは強いだけじゃなくて頭も良さそうだし、できるでしょ。わかったよ。来たわ。列に入って。気をつけて。そこで何してるんだ。並べ。誰だ。友達さ。ふざけてるのか。違う。みんな殺されちまう。ここまでだ。仕事に戻れ。到着までに王を迎えるような場所にしろ。
ち打ちの日だ。私は奴らを我慢できるような精神だ。足が痛い。愚痴を言ってどうなる。その言葉覚えておく。静かに。トモリ、警備兵の交代は？朝が来るたびに変わる。ありがとう。友達なら証明してみろ、よさけど。そうならないよう祈るよ。そのうちずっとここにいる羽目になるな。昔は総督の邸宅が面白そうだと思っていたが、いい噂は聞かないな。Patience, les gars, on a l'avantage. Ça suffit, sors de ces buissons. Il y a cette permis, il aurait pu s'arrêter. Une minute.
先生の費用は当時の計算よりかかりそうだ。召喚の女にでかい宝石をやったらしいな、ボタン。金はどこに消えたのか。自分の金をどう使おうと勝手だろ。先日は。フランスの船を使えないだろうか。戦争を起こす気か。今は不安定な状態だ。密輸を疑われるわけにはいかない。資金と船を提供すれば我々の名前が歴史に残るんだぞ。植民地の統治には金がかかるんだな。あれほど奴隷を輸入しているなら余裕があるはずだ。奴隷はただではない。新しいのを用意するにも金がかかる。子供を作る前に死ぬからな。航海術が向上すれば奴隷船のためにもなる。事故が減るのだ。それはそれは興味深いな。それで何が分かったの。いい気になってるな。
警備はいたが素手でも倒せただろう。やればよかった。奴が重要なのか。敵には友達以上に近づく必要がある。あなたはどっち。分かったことを教えてくれる。彼の悩みは。五段というわがままな学者だ。資金を出すよう迫ってる。遠征のため航海術がどうとか。それは初めて聞いた。情報源が裏切った。校長に一番いい女を用意する意味ないわ。もっと調べてほしいか。海の男として航海術に興味がある。いえ、ああ、わからない。もう行って、一人で考えたいの。Ugh.